Yeah. おっす。いや、すげえどうでもいい話なんだけど、前回の動画の冒頭で、博士がテーブルを囲んで人が4人座ってるのに、皿が3つしかないと。これはいじめの現場ではないかと。疑った写真あったよね。これのことそう。4人のうち、左側の女性の前にだけ、料理が乗った皿がないと。それで、この女性はいじめられているのではないかと、博士は言ってたよね。言ったね。あともしくは、この女性が、他の3人よりも早くその料理を食べてしまって、先に皿を片付けてしまったから、 ならないといいととう状態つまり食いしん坊を写した写真ではないかと僕はか僕そういうう推測もしたけどねそうだよね。それに対して俺は、いや単に皿の写真が写ってないだけでしょと。その左側に皿あんじゃねえのと。もしくはその女性が、その食べ物、茹でた豚肉があまり好きじゃないから、最初から持ってこなかったんじゃないかと。そう言ったよね。そうだね。それがどうしたのいやあの後さ、これと関連する記事を見てたんだよね。そしたら、こんな一枚を見つけたわけよ。ん これが何この写真を最初の写真と比較するとわかるんだけど、最初の写真って、実はこの写真の食事の部分だけを切り抜いたものだったんだよね。そうなんだ。それでで、この切り抜いていない写真、これをよく見てほしいんだけど、より全体が見えるような形になってて、女性の左側の部分もちゃんと写ってるわけよ。あ、皿ないね。 そうなんだよ。俺はその切り抜いた写真を見て、写真の見えない部分、左側に皿あんじゃねえのと言ったんだけど、それは間違ってたんだよね。その部分には皿はなかったんだよ。ということは、やっぱりいじめの写真だったのかいじめかどうかわかんないけど、とにかくテーブルの上には皿が3つしかないっていう状況は明らかになったんだよね。そうだね。そうなると、このテーブルの状況って確かにおかしいんだよね。俺はもともと皿は4つあるもんだと思ってたから、ただ写真に写ってないだけだと思ってたから、この写真には特に 関心がなかったんだけど本当に3つしかないということであればなんで4人いるのに皿は3つしかなかったのかその理由が気になり始めちゃったんだよねそうなんだ <laughs> それでこのテーブルの状況を改めて考えてみたわけよテーブルの状況まず博士が最初に予想したいじめの可能性も4人いるところに皿が3つしかないわけだからないとは言えないよねそして博士が2番目に予想した女性が他の3人よりも早く食べて先に皿を片付けてしまったっていう可能性もあるよねそして俺がもう1つ 予想したそもそも女性は茹で肉があまり好きじゃないから最初から皿自体持ってこなかったんじゃないかっていうそういう可能性もあるよねあと前回の推測では出てこなかったけど女性は茹で肉をもらおうとしてたんだけどもう品切れになっていてなかったとそういうことも考えられるよねそうだねで本当にどうでもいいことなんだけどこれ実際のところどうだったのかなと皿が3つだった真相をなんとかして知れないかなと思ったわけよまあ気持ちはわかるけど写真は1枚しかないわけだしねそれを知ることはなかなか そう、写真一枚じゃ難しいんだけど、他にも写真があったらどうかな。実はこの写真が撮影された日、この豚肉パーティーの現場には、たくさんの報道陣が詰めかけていて、現場の写真とか、動画が、ニュース記事としてネット上にたくさん上がってたんだよね。だからそこから手がかりをつかんでいけば、この三つの皿の真相を知れんじゃないかと思って、それで調べてみたんだよね。君のそのどうでもいいことでも全力でぶつかっていく姿勢、僕は嫌いじゃないよ。あ、そう、ありがとう。 まず俺は、この三つの皿の謎に対して、この豚肉パーティーの報道を手当たり次第に見たんだよね。そしてこの四人が映ってるシーンを抜粋したわけよ。 それがこれなんだよね。結構あるね。結構あるでしょ。で、俺は、これらの写真を手がかりに、その3つの皿の謎、消えた1枚の皿を追って、この真相を探ったわけよ。なんか探偵みたいだね。近代一開会管理人だね。それはよくわかんないけど、俺がこの調査をしていくにあたって、これらの写真の中で、事件の謎を解く大きな手がかりになりそうな写真として注目したのが、この写真なんだよね。 んこれが重要なのか重要なんだよ。この写真が、左の女性がいじめられている可能性を否定する根拠になるんだよね。そうなのかこれ最初の写真と比較してほしいんだけど、皿の位置おかしくないあ、配置が変わってるね。そうなんだよ。 右の男性の前にある皿と、左の男性の前にある皿は、位置は変わってないんだけど、おばあさんの前にあった皿が、左の写真では、テーブルの左側、つまり女性が座っていた席の前に移動してんだよね。そうだね。それともう一つ、この写真も見てほしいんだけど、あ、皿を受け渡してるね。そうなんだよ。皿が移動する瞬間が、偶然にもカメラに捉えられてたんだよね。んこれはどっちからどっちに行ったのかなそこなんだよね。ちなみにこれ結論から言うと、おばあさんから女性の方に皿が渡ってんだよね。 つまり女性はいじめられていたわけではないということなんだよね。食事をもらってるわけだから。つまりこの事件の被害者は、女性ではなく、おばあさんだったということか。ま、この事件っていうのが何の事件のことかよくわかんないけど、別に俺は、誰がいじめられてるのかを調べてるわけじゃないからね。単に、なぜ4人席に皿が3つしかなかったのか、それを調べてるだけだからね。あ、そうだったね。 ところでおばあさんから女性の方に皿が渡ったとする根拠は何なのかポイントは左側の男性の手前にある茹でた豚肉なんだよね。まず右の写真ではその男性がちょっと大きめの肉に箸をつけてるのがわかるよね。うん。一方で左の写真を見るとその肉がなくなってるよね。ないね。 つまり右の写真は左の男性がその肉を食べる前の写真で、左の写真はそれを食べた後の写真ということになるよね。だから時系列的には右の方が前になるんだよね。なるほど。だからこの3枚の写真を時系列順に並べると、こうなるんだよね。おばあさんの前にあった皿が右の男性を経由して左の女性に渡ったと。そういう流れなんだよね。写真数枚でよくそこまで観察したね。自分でもなんでこんなどうでもいいことを一生懸命調べてんのか、この時点で俺もよくわかなくなってた だからね、でもなんでおばあさんは食事を女性に渡したのかな普通に考えたら、女性は茹で肉を食べようと食事を配っているところにもらいに行ったんだけど、そしたらすでに品切れになっていて、もらえなかったと。それで女性だけ皿がない状態になっていたってことだよね。だからおばあさんが、それなら私のを食べなさいと与えたということか。そう考えるのが一番自然だよね。確かにね、あれでもちょっと待って、女性に食事をあげたということは、君が当初予想していた、女性は茹でた豚肉が嫌いだから、 最初からそれをもらわなかったんだと。それで皿が3枚しかないと。そういう予想をしていたが、こうやって食事をもらっているということは嫌いじゃないってことだよね。つまり君の予想は間違っていたということになるのではないか。まあそうとも言えるよね。つまり君がした2つの予想。皿は4つある。女性は茹で肉が嫌い。 このどちらも間違っていたということになるよね。これは謝罪と賠償しなければいけないということになるよね。なんで謝罪と賠償しなきゃいけねえんだよ。そんなこと言ったら、博士のいじめ説だって間違ってたじゃん。でも僕はもう一つ、食いしん坊説を唱えてたけど、それはまだ否定されてないからね。その食いしん坊説って、最初に皿が4枚なかったのは、女性が他の3人よりも早くその料理を食べてしまって、先に皿を片付けてしまったからって話だよね。そうだよ。それは確かに否定できないけど、正直その可能性は は米粒レベルに小さいと思うけどね。 そもそもさ、仮に女性が先にゆで肉を食べたとして、なんでその皿だけを片付けるのそのまま置いておいて、最後にまとめて、他のカップとか皿と一緒に捨てればいいじゃん。そこからして、その食いしん坊説は不自然だよね。あとその説が正しいとするなら、女性はその後、おばあさんから食事をもらってるわけだから、2食食ったことになるよね。だからより食いしん坊だっていうことでしょ。いや、博士、自分の予想が正しいと信じたい気持ちはわかるけど、食いしん坊説はないよ。じゃあ僕が 検証してみようかはどういうかどいこの4人が写った写真を全て見せてくれるかなこれそう。ちょっと見ていいいいよ。この写真見て。え、何これ。これがどうしたのあれ皿が2枚しかないね。どの皿がなくなってるかな女性の前にあった皿だね。つまりおばあさんから女性に渡された皿だよね。そうだね。なんでないと思うなんでって。食べ切ったからだよね。 多分ね。思い出してほしいんだけど、君はさっき、仮に女性が先に茹で肉を食べたとして、なんでその皿だけを片付けるのそのまま置いておいて、最後にまとめて他のカップとか皿と一緒に捨てればいいじゃんと。そこからして、この食いしん坊説は不自然だよね。こう言ったよね。ああ、言ったね。でもこの写真はその皿だけ片付けてるね。そうだよね。 これはあくまで僕の予想だが、この女性は、他に食べきっていない料理があっても、食べきった皿はそれ単独でも片付けるという癖があると仮定するなら、最初に3枚しか皿がなかったのも、先にその料理を食べきり、片付けてしまったからであると、そう考えても不自然なことではないよね。まあそうだね。つまり4人いるのに、皿が3枚しかなかった理由として、食いしん坊説は、 決して米粒レベルに可能性の小さな説ではなく、むしろジャンボ肉マンレベルに可能性の大きな有力な説であることが、この写真を見てもわかるのではないか。ジャンボ肉マンも大して大きくねえけどな。次回から、僕の名前は金大一博士で、君は今泉慎太郎ね。くそー。